遊覧船月日島は大韓民国院町港域市中各にある地域。かつては島だったが埋め立てにより陸地と地続きとなっている。島の形状が半月のおひれのようだということから名付けられた。遊覧船乗り場や遊園地があり二川の代表的な観光地となっている。大韓帝国時代には日本海軍基地やロシア石炭倉庫などが 相次いで建てられ、列強らによる激しい勢力争いが行われた。1886年の日の江戸ライを夏み寺に、新川近海に停泊したフランス艦隊の隊長の名を、とって、外国地図にローズ島として紹介されたりもした。1891年、日韓間で、月日当事書借入れ役所が結ばれた。1923年に 1km の堤防が、 気づかれ、陸地と連結された時から、遊園地として開発され始めた。そして塩湯、別荘、海水プール場などの遊興施設が整備された。1950年9月15日、朝鮮戦争において、国連軍反撃の契機となった新川上陸作戦が、開始。月日島には、国連軍による爆撃が加えられ、死亡もしくは離境を余儀なくされるものが発生した。そのため、 この島の原住民が、新川市、韓国国防部、米国及び国連に対して、新川上陸作戦の賠償金を要求する訴訟を起こしたことがある。2009年には、新川駅から月日島を結ぶ観光モノレール、月日銀河レールが観光した。しかし、安全性の問題が指摘されたために開業延期や計画変更が繰り返された後、2019年10月8日に、 似川交通公社が運営する月日会列車として開業した。ありがとうございます。